ほい。ほい。さあ、はい。あられちゃんですか、なんですけど。いいっすね。ほほほーいだね。あ、そう。詳しいですね、意外に。ほほほーい。いやいや、いいんですよ、いいんですよ。失礼します。違います。はい、このプロ野球界にも、働き方改革が、の波が来てるということで、はい。ナイター戦、ナイターの試合があって、次の日がデーゲームだった時、場合、昼の試合だった時は、全体練習をなくすと。全体練習しないようになるっていう。まあそれだけでもないよね、はい、まあ例えば移動ゲームして、はい、移動ゲームの時に移動していってまた次の日もナイターなんだけど、はい、移動していったから練習しないで個人に任せるからっていう風な、はい、まあやり方じゃない、だからまあこれは考え方の一つとして、はい、試合に 100% の力を温存しておくという、はい、なるほど、やっぱ疲れてくるとね、はい、これは球団によってって感じですか。ああ球団によってだな、やっぱりさ、やってないと不安なやつはやるだろうし、まあ、まあ巨人なんてさ、もう熟してるチームじゃない、はい、まあ例えば1番坂本、2番丸とかさ、まあ岡本はまだ若いけど、はい、なんかそうなってくるとさ、その人たちはもう打ち方もなんてゲームの入り方ももう分かってるわけでしょ、ただ若手ってまだ伸びなきゃいけないじゃん、はい、だから日々の積み重ねっていうのは大事だと思うんだよ、だからここら辺が難しいところだよね、ただもうメジャーなんかはさ、もう遠の昔から練習しなかったりだとか、だから個人でやる人がやんなさい、はい、汗かくって疲労につながるじゃん、はい、だそのぐらい暑い中やっぱ全体練習で一通りの練習してたらもう汗だくになるよ、ほんで試合でしょ、もうそうなったらやっぱこう疲労したところで試合っていうよりも試合でいい汗かこうっていうそんな感じじゃないの、だから悪いことではないと思うけど、なるほど、やっぱ文化的にはやっぱ負けると批判されるよね、まあそうですよね、だから古田監督、はい、まあ、ヤクルト時代、はい、パンパン T シャツで終わったからね、練習が、それもなんかいやだからホームの時だけね、あなるほど、だからお客さんが入ってないから、はい、だからまあそういうより涼しげなもので練習したりだとかさ、はい、まあ、そういうこともあったし、まあ練習をしないと、はい、昨日ね、これ千葉まで行ったんだよ、はいはい、ロッテがやっぱバッティングしてないんだよ、はい、まあ、室内練習場もあるんだよ、もちろん、はい、近くにね、打つ人は室内でマシン相手に打ってるとか、まあ、そういうことはもう各球団進んでるよ、でも自己責任みたいな感じになってってるんですかね、それは自己管理で、自己管理だよね、それ調整も全部もう自分で持ってけよっていうことですよね、うん、そうそう、だからノックはね若手がちょっと何人か受けてるぐらいで、はい、あとはストレッチとキャッチボールと、まあ、軽いランニングをしててゲームに入ってて、で結果は日本はしっかり練習してたけど、はい、結果はロッテが勝った、逆転で、おお、じゃあ勝ち負けに直結するわけではないけど、例えば若手の多いさ阪神なんかはやった方がいいかもね、今は、もう日々の積み重ねで感覚はこう維持していくというね、ただ巨人はやっぱこうベテランも多いしちょっと休ませることっていう、そうやってね体力を温存するということは大切なことだと思う。ピタカさんとしてはどうですか、太陽はクソ練習だよ関係なく帰ってきて、ないよお前なんかキャンプかっていうぐらいドロドロになって、若手の時は一緒だよ、どんぐらいやるんですか、その全体、その振り回されたよ、ノックで、あ、試合前、試合前だよ、そうなんですか、止めれんかとか言いながら、いやキャンプじゃないからでもやっぱり今から考えるとクソ疲れてる時にあのノックはねえよな、取り付けとか、まあまあでもどこまでが良くてどこまで悪いのかっていうのは分からないけど、やっぱ若手はしっかりしたものを日々積み重ねでやった方がいいし、その方が体力もつくし、である程度レギュラーが 1,2 年続けば、まあ、3年目ぐらいからはそういう仲間に入れてあげるというかね、あ、なるほど、そういう配慮が必要だと思う、だから控えの選手はやっぱりやった方がいいよね、うん、やっぱ言えることはやっぱりレギュラーだよ、毎日試合に出てる、うん、まあ、文化的には練習をやってるように見せた方がまだ安全なんだ、まあそうですね、安牌みたいな、まあでもね、
ガチャいんだよ、ガチャ。まあ、要は。